いきなりちょっと大きいの投じていいですかえ、なんすかなんすか <laughs> いやいやこれ別に裏取りも何にもなくてごめんなさいみんなめっちゃコメントしてくれてるんだけどいやめっちゃ楽しみないそれ <laughs> ないそれいや 最近、まあ、渡辺選手が今、日本代表でも、ね、活躍してくれてて、まあ昨日ちょっと捻挫があって、すごい心配だなと思いつつ、渡辺選手も今、フリーエージェントになってるんで、話す機会があったら話そうかなって思ってたんですけど、うん、そういう意味じゃあ、やっぱカイリーがレイカーズ行くかどうかみたいな、結構話が盛り上がるじゃないですか。うんはい、で、まあ、あのレイカーズにとっては、もうパンチャーズチャンスでいいと思うんですよ。ううん、うん 一振りもうウエストめっちゃ混戦だから、はい、もうカイリー AD レブロン揃えて、うん、じゃあカイリーがねさっきも達夫さん言ったけど40試合しかレギュラーシーズン出ないけど、うん、プレーオフは出てもらって、うん、もう本当にあの快シードからでももうどん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 ,どん勝ち進むみたいないやもう全然それでいいそれでいいわけじゃないですか、うん、だかこのこのパンチャーズチャンスにかけるレイカーズがすごい注目なんですけどまあ 渡辺選手、ごめんね、いろいろっちらかっ,ちゃって、ラプターズが彼は大好きだと思うし、はい、めちゃくちゃはまるので、はいあの、彼のためには、ラプターズで、まあ、ロスタワークを、まあ、いただけたら嬉しいなって、個人的にはすごい思うの、はい、あのチームのスタイルにもはまってるけど。はい、だけどあの、まあ、レイカーズが求めている、しかもサラリーキャップ的にな必要な選手って。うわときめく 渡辺優太じゃない <laughs> マ,ジかマジか、いきなりレブロンと <laughs> いや、おもしろそれ、まあ。残念ながらねこう、高額なサラリーを、じゃあ、はい、今、渡辺選手の立場で望めるかって言ったら、うん、そうじゃないと思うんですけど、やっぱり状況が許せば、こう11人目、12人目の NBA プレーヤーであることは、もう十分証明してるわけじゃないですか。いい,い,いちょっと前のカルソみたいなね。あいついいいつ仕事してんねみたいな 注目度が高いわけですからね、うん、だってレイカーズが必要なのってスリーポイント打ってディフェンスしてくれる人でしょいわゆる 3&D ですよね、うん、バブルのね2020年で優勝したのってやっぱそういうメンバーがいるから、うんうん、最終的にはできたわけじゃないですかおっしゃる通りでまあロサンゼルスですし、うん、あのー、西海岸で <laughs> 日本とも渡辺雄太かそうそう、まあ、いやでも渡、うん、渡辺。 選手はどこも所属しないっていうことはないですよね、多分 あんないい選手いないですよね、あワンダーボーイさんは、ダラスも欲しいって言ってますね。まあね、ダラスはね、ダラスもいいかもね、ダラスもすごいいいかも。あそこは補強したいですブランソンが出ちゃいましたからね、渡辺いいかもしれないですよね。そうだから、レイカーズはね、ちょっと妄想っていうか、本人の意向が絶対あるし、ダラスに行った方が レブロンとプレーできるのはいい反面やっぱりすごいドラマティックというか、うん、まあ渡辺選手の性格上こうバスケットに専念したいのに、うん、こんなことに心配しなきゃいけないのかっていうのは若干出てくると思うので確かに、ね、ベストフィットかどうかはまあ別なんですよね。はい、でもレイカーズからすればいいいい獲得ななんじゃないっていうのは ちょっと思ったりとかそういう中では、達夫さんがおっしゃる通り、り、分あの欲しいと言ってくれるチームはたくさん出ると思うし、大事なのは、その、まあ、カイリー、今、は帰りという選手がどこに落ち着くか、<laughs> それが分からないと、他のチームたちも何も、なんか、最終的にはできないみたいな。ああ、ユタにください、ミネソタも欲しい、みんないろんなこと言ってるな。皆さん また次回お会いしましょう !See ya! ピッカーサーでした !Yeah!